にちは、永井香織です。今日は皆さんの毎日メイクを見せていただいて、ご自身で気づいていない魅力を引き出しちゃいます。それではお呼びしましょう。滝沢イシスさんです。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。イシスちゃん。イシスでございます。お願いします。よろしくお願いします。日頃からかなりコンプレックスを隠そうと生きているので、はい、今日いろいろ伺えたらありがたいです。わかりました。はい、まずすごく目鼻立ちもはっきりされてね、立体感があるお顔立ちでしょ。はい、それが実は難しいっていう感じですか。そうなんです。やっぱりこう、まあ、眉毛がまず太くて印象が強いので、はい、強く見えてしまうのが自分としてはあんまり嫌で、きっとワールドワイドに見るとこうシャープでこうちょっと強い感じっていいと思うんですけど、うんうんうん、結構自分の好みが可愛らしかったり柔らかい方なので、寄せるためにちょっと眉毛は脱色していたりとか、鼻筋も通っているけれども、それも自分的には、はい、そうですね、鼻もやっぱりなんか印象が強くなってしまうと嫌なので、もうシェーディングでもなるべく細く。すごく実は羨ましいなって思っている方も多いと思う、うん、あの立体的な顔立ち、うん、でもね、はい、そうやってあのご自身的にはもうちょっと柔らかく見せたいということで、はいはい、もしかしたら同じように立体的なお顔立ちでいいないいなってみんなに言われるけれども、はい、きつく見えちゃって難しいんだよな自分の顔って思ってる人いると思うので、はい、すごくねお役立ち今日はなりそうな気がします。ありがたいことです。うん、いや本当に今目の前に夢のように、ね、いいよね、並んでいるわけなんですけど、うんうん、私も今使っているカラーがこれなんですけど、はい、386番。いやもうこれ最高で綺麗だよね。細かい感じの目元になってるよ。そう、なんか柔らかい感じに。そうですね、はい、それはもうねそのままいく。あ、このまま可愛い目元は。あ、嬉しいです。はい、ちょっと他のパーツをシュッとさせたいっていうところもあったし、はい、あとは柔らかな雰囲気にとにかく仕上げていきたいと思います。はい、今日は、はい、まずクッションファンデーションから使っていきます。はい、もう大好きなんですよ。あの質感もそうですし、うん、あの密着するじゃないですか。そうなの、なんか楽でしょ。でお化粧直しはクッションいいよね。めちゃめちゃいいですね。あのメイクアップ、ポイントメイクアップでね、はい、その陰影とかなんていうの、その鼻筋のことだったりとか、はい、シェーディングのことをやっていく前に、はい、やっぱり土台となるお肌を少し整えたい、はい、今保湿クリームを与えて、はい、このクッションでちょっとツヤを与えます。はい、ツヤとあと滑らかさが欲しい。この辺の乾燥、はい、あ、全然違いますね。すでに綺麗になってるでしょ。全然質感もツヤ出ますね、これだけで。そうなの、すごい鼻周りが、ね、皮膚が薄いから。そうなんですよ、クマがちょっと出るっぽい。もう結構人にびっくりされるくらいクマは結構目立つみたいで、ベースの肌が白いとちょっとしたクマも多分見えてしまうんだよね。はいはい、そうなんだ。もういつもコンシーラーはもうテーマで、どういう風に塗るかって本当に小学生中学生くらいから悩んでました。そうかそうか。ぜひね今日このコンシーラーも使っていきたい。4色。そうなの、これね超おすすめで、はい、ただのコンシーラーじゃないんだよ。ここにね、はい、このハイライトパールが入っている、ねね、はい、イシスちゃんのような透明度が高くて白っぽいお肌に、あの肌色コンシーラーだけでカバーしようとすると、うん、ちょっとねこう重たすぎて、うん、そこだけ質感が変わる。そうなんです、ちょっと厚みが出ちゃうというか、はい、肌色だけでカバーすると、はい、どうしても他の薄くて白いお肌と下がれてしまいがち、はい、だからねこのねパール、はい、パールクリームとコンシーラーカラー混ぜるんですか。混ぜるとすっごくね、うん、簡単にあの薄く隠していくことができるの。全然気になるような、払うような、熱くならないですね全然。そうなんです、コンシーラーしてると分かんないぐらいですね。綺麗でしょ。全然違うこれだけで。指でボンボンやるとね、あの、うん、つけてるのかはげてるのか分かんなくない。そうで、しかもなんかこうシワになってきちゃってこの辺の溝に浮いてくるんですよ ね、 すね、うん、これ全然ないですね、すごい。こういうねこのパールクリームが入ったコンシーラー少ないの、はい、というか私はあんまり見たことがない。ないですね、うん、これはねニューアイテムだから絶対おすすめ。どんなに重ねてもすっごい軽く明るくなっていくよ。シェーディングやるか。やりたいんです、ね、シェーディング先にやろうか。はい、お願いします。いつもここ削ってる。
なんか気にしてるって言ってたけど、もうガシガシに、永遠にやってます。ここもシェーディングしてます。なんかその鼻が大きく見えちゃうと嫌だなと思って細くして削ってるのね。削ってます。まず、はい、こちら側を削ったことによって、はい、鼻が気にならなくなるかもしれない。あ、本当ですか。うん、もう当たり前のようにいつもここも削るからここも削るじゃなくって、はい、こんなにあのトーンの明るい肌にすごく黒いもので削ったらめちゃめちゃコントラストが出るから、はい、難しくない？あの自然にやるっていうことが自然にならないです ね。もうちょっと穏やかなカラーで、はい、ダークすぎないカラーで削ってみます、はい、そうすると自然な雰囲気でシャープになるから、はい、うん、鼻やろうかなっていう気持ちになるかならないかちょっと考えよう、はい、そうやって少しずつあの解消していって次やること本当に必要かどうかっていうのを見極めて進んでいくのが大事だと思います、うん、はい、じゃあね、何で削るかと言いますと、どれなんだろう。ここにあるこれね、チークカラーというかフェイスカラー、明るい、本当シャドウでマットのこの辺かなみたいな、はい、ですから、はい、穏やかなあのベージュカラーに見えますけれども、はい、的確なポジションを狙っていけば絶対効果出るよ、はい、すごい、ちょっとシェーディングでこんなに明るい色ってイメージがなかったです。チークカラーなんだけれども、はい、あのシェーディングにも使えるというようなものです。すごい絶妙な色ですごく馴染ませやすい、はい、肌が、ね、明るいんだからこれぐらいの色から始めるべき、はい、それでも削れなかったら黒いやつ使ってもいい。わかりました。あ、なんかもう発見しかない。やってみよう。まず、はい、お願いします。で、ね、ちょうどブラシが斜めなので、はい、こういう風に取ったらこの斜めカットをこの頬骨ですか、頬骨の下のところ、そう、ほーってしたよ。ここの頬でくぼむところにスッと当てます、はい、でここで切ります。奥歯のとこまで行ったら切る、でここを染めます、はい、かっくんさささかっくんさささこれを繰り返す。全然シェーディングしてた場所が私違ったことに気がついた。こうしてました。うん、ここに全部、まあダメじゃない、やっぱりここがふっくらと見えるわけだから、はい、あのこの頬骨の下くぼむ部分を切っていくのが一番いいと思うんだ。人の印象っていうのはこれぐらいであの十分に削れているっていうかそのシャープっていうこと見えてくるから ね。薄いもので重ねる、濃いもので一発で決めるじゃなくて、うん、薄いものを重ねて削る方がやりやすくない？確かになんかその馴染みますね。そうです、馴染みます、はい、馴染み、パールが入っているから、はい、肌の上ですごく滑るので、はい、これがマットだと、はい、ここにねこう跡がすごく馴染まない、うん、そうですね、馴染まないです。でわーついちゃったギー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 みたいになっちゃう。あ、です日頃パールのベージュっていうのがすごくポイント。へー、パールでシェーディングってをするっていうイメージが今までそもそもなかったんですけど、うんうんうん、ね、すごい。鼻の形をあのそうやってちょっと小さくしたりとかって、はい、うん、少し難しいし、あとこれもやっぱりやってることがバレたらまずいので、はい、本当にやりたかったらこれでやってもいいよ。あ、いいですね、うん、万能に使える。アイシャドウの筆とかでさ、はい、鼻のてっぺんを少しカットする、斜めにこう、あとここ、うん、ここもなんですね、うん、あ、逆にそこは私ハイライト入れちゃってました、鼻のここ。うん、どうかな、ちょっとあの目立ってくるんじゃないかな。存在を消したければここ、はい、あの先端の部分ちょっと切ってここと丸く、うんうん、で最後残りでここスーってやってもいい、はいはい、あ、なんか鼻の頭がちょっと小さくなるだけで、そう鼻の頭を小さく見せる、うんうんうん、ここが問題というよりはここがちょっと小さくなった方が印象変わりますもんね。そうです、確かに。あともう一つ眉毛、そうなんです、の眉頭、はい、眉頭、うん、の話があったんだけれども、はい、ここが強くなって、今見えちゃってるから嫌なわけでしょ。今ドキドキしてます。眉頭が見えるときつくなる自分っていうのがあったから、はい、またさっきのコンシーラー、はい、今度はパールいらない、はい、肌色、うん、でここの眉頭取っちゃう。わお、眉にコンシーラーイメージなかったです。眉取っちゃう、取っちゃう、ちょっと見ていますね、うん、ここ、あ、描かない、描かないし毛も取っちゃう。描く必要はないけど、はい、この色をあの削いであげて間を離す、ここから入ってくる鼻筋への強い影、はい、それを取っちゃいましょう。ここがグッと入っていると結構強いけど、うん、そこが隠れるだけで、そうそう、で逆に眉をもうちょっと外に描こう。外に描くんですね、うん、眉尻を少し描き足そう。あ、はい、つまり今ここに存在している眉をちょっとこっちにずらす。え、大発見が過ぎます。小さなねことだけれども、あのちょっとやっぱりシスさんは
緻密に少しそう言ってパーツをずらしていったり、はい、ちょっと削ったりとかちょっとずらしたりとかそういうことでぐっと柔らかくなるので、いいよいいよ、あ柔らかい柔らかい柔らかくなってきた、はい、そしたらアイシャドウ、きれいキラキラ、ちょっと違う色にするね、すごい可愛いんだけど今生かして、はい、生かすって言ったんだけど、はい、ちょっとだけ、はい、シルバーラメ乗せていい、はい、黒目の上にもシルバー、はいシルバーどうぞ、いかがでしょうか、なんか透明感がすごいですね、そうですね、でちょっと肌色がさらに綺麗に見えたところで、はい、アイラインも入れてるんだけれども、はい、眉と同様で、はい、シュッとした顔立ちを柔らかくするべく、はい、目もアイライナーをちょっと目尻側にだけ足して、また目の位置をちょっとこっちに持っていく、はい、開いたまま今引いてあるやつを少し長くするだけでいい、はい、もうちょっと大体にいこう、色は黒っぽい方がいいですか、うん、そうだね薄い黒、はい、ちょっと見て、はい、あ外に広がった、結構いってるでしょ、はい結構思った以上に長めなんですね、やっぱり薄めの黒だからそれでもまつげみたいですね、そうです、すごい悪くないでしょ、いいですね、いかがですか、いいですね、嬉しい、悪くないでしょ、めちゃめちゃいいです、できそうでしょ、そしてチークとリップはチークしてない、そういえばチークはいつもリップを、これまあちょっとすごい変な話なんですけど、はい、映画のヒロインが口紅をペッペッって顔に塗ってこう伸ばしてるのを見てかっこいいなと思って、ずっとチークをリップを、そうなんですよ、真似してやっていて、まあ、今だいぶ取れちゃってるかなと思うんですけど、リップ塗ってからそれをプププってやってたの、やったり、あとはもう直接ちょっとつけてそこから伸ばしたりとかしてました、おしゃれだねちょっと憧れてすごく、うん、メイクを楽しんでると思う、いいね、今日は、はい、パウダーのチークがあるから、はい、それでもいい、はい、もうパウダーもすごいいろいろ気になるんですけど、どう扱ったらいいかっていうのが難しくて、ね、で、はい、普段からそうやってチークをマストでちゃんとつけるっていうことをしたりしてなかったりするわけだから、はい、リップの方が比較的重視してるでしょ、そうですね、しかもかなり赤めのものが好きなんだよね、そうなんです、なんか唇が結構分厚いので、どういう風に、まあ、あんまり薄い色だとちょっと血色が悪く見えちゃったりとかするので、もう逆に赤っぽいの塗ったりとかは普段してます、うん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 、普段リップに重きを置いているので、先にリップを抜いて、はい、それからチーク考えようか、はい、うんね、こういうのとかダメ、憧れます、ものすごく憧れます、可愛いと思うよ、そうです、気になる、でもめちゃめちゃこの中でパッと見て目が引くよね、光るのこう、そうですね、この色なんですよね、実はこんなビビッドに見えるピンクですけれども、はい、こんな感じ、あすごい可愛い色してる、目を引く、みんなが憧れて遊んでみたいこういう色って思うんだけども、シスちゃんのような透明度の高い肌、はい、そして綺麗な唇の形してる、ぜひこういうね、はい、チャレンジ色やってみてほしいのだ、やってみたい、でもドキドキですね、ドキドキだよね、どんな風に乗せていけばいいんでしょう、はい、そうですね、これはねギューっていくとつきすぎるじゃん、はい、からね、こんな感じ、うん、薄い感じ、さすってもうね、この横でねさするような感じ、わかる、もう力が抜けてる感じでしょ、はい、なんか乗ってるだけって感じです、まんまして、うん、もっとしっかり回る、そう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 です、はいそう、はい、おしまい、見て見て、見ていいですか、見て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 、あ、え、なじんでる、悪くないでしょ、はい、そうなの、なんかやっぱりこの色だけをまず見たときに結構パキッとしているし、うん、こう海外のドラマのそうだ、ね、ハッピーな女の子のリップみたいな、ね、でも実際に唇にのせると唇の色があるから、そうですね、あとは今塗った力を入れなくて、はい、100% で100で出そうとするとこうなのよ、すごい、うん、そうでも今ねこの20とか30のつけ方、そうすると透け感が出るんですね、その通りです、で、うん、自分の唇でなじましたでしょ、うん、そして最後少し言っていた上唇だけちょっと大きく描こうか、はい、それだけでおしまい、すごい、でも意外でした、こんなに馴染むんだってでしょ、はい、口紅は見たままじゃないからね、やっぱつけてこそです、うん、はい、はい、ちょっと上唇大きくした、いかがでしょう、見て見て、あーなんか新鮮、新鮮です、なんか下ばっかりに目がいかないですね、上唇を大きくすると、春だからまたいいですね、この色、そうです、はい、そしてまぶたに今シルバーパールを入れたので、うん、それがあって余計にこの青みのピンクと馴染んでる気がする、あいいな、嬉しいな、このもうこれだけでも可愛いけどちょっとチーク入れとく、はい、リップが主役になってるからこういう穏やかな肌色に近いものにしてみようか、はい、
な感じ。じゃあバランスを取らなきゃいけないんですね。唇とあと色との全部が強くならない方がいいんですね、うん、そうそして今いいところを先に仕上げて、はい、最後チークでバランスどうするって考える感じ、うん、なるほど。順番大事なんですね。そうだね、好きなところからやるでいいと思う。乗せてきます。わーい、はい、まあ、これはもう本当バランス取るだけだからそんなに色はしっかり出せなくてもいい、うん、そして、はい、顔やっぱりこうシュッと見せつつも、うん、可愛らしさっていうところが大事だから、はい、なんかね、あんまり斜めに上げずに、うん、顔の正面からちょっと横っていうぐらいかな、うんうんうん、ポンポン乗せていく感じなんですね。そう、押すようにした方が色がねピチッと出るよ、うん、ちょっと見よう。はい、あー柔らかい。こんなに発色しっかりするんですね。結構ベージュに近いイメージだったんで肌に、うんうん、押してあげることですごい綺麗に発色がするんだよね。色をちゃんとこうつぶ肌の上で潰しているから、うん、いかがですか。ちょっと見ていいですか。おしゃれさんになりましたね、急激に。いつもと少し違うかもしれないけれども、はい、やっぱりすごく若くてフレッシュだし、すごく明るい性格じゃない。あ、元気で生きてます、ね、そうできっとそういうお仕事の仕方もされてると思うので、はい、強くなるっていうことを、どうしても心配してなかなかメイクもののこう色味の冒険っていうことまでいけてなかった気がする。いけてなかったです。全然。でもこうやって並んでいてもいつもお店でも綺麗だな可愛いなって思うんですけど、まあ、そこに挑戦するってところまでいけてなかったです。そうだよね、うん、ここを削ったりとか、はい、ね、その、まあ、自分的コンプレックスのところの処理にちょっと、はい、気がいってた気がするので、かなり、はい、その辺はもうさっとできるように今日になったと思うから。いや、もう大冒険ですこれからは。もう、はい、コンプレックスの解消ができるようになると、はい、メイクへの冒険というのもできると思います。はい、楽しみです。頑張って。頑張ります。しずちゃん、すごく今日は素敵な、はい、まあ、変身というか自分らしく、はい、より新しい感じになれたかなって思います。嬉しいです。ぜひご自分でもやってみてね。はい、はい、やってみます。しずちゃん、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ではまたね。さようなら。